こんにちは、ブティック社です。今回は2023年日本ホビーショーにやってまいりました。手芸本の出版社ブティック社がホビーショーに出展しているいろいろなメーカーさんのブースにお邪魔して、ブース内をご紹介していきたいと思います。ナティオさんのブースにやってきました。ナティオさんは日本の伝統的な原材料技術にこだわったビーズを製造販売していらっしゃる会社です。日本の美しい色彩を表現したビーズの世界をぜひ見に行ってみましょう。スクモアイビーズって言いまして、あの徳島のスクモアイ、日本の独特の愛、それを抽出して色を着せてます。染めではありません、着せです。着せ、はい、ですからガラスなので、表面に付着させるしか方法がなくて、はい、ガラスをビーズ屋さんメーカーから仕入れて加工して、それにスクモっていう藍染めの原料から色を抽出してガラスに着せられるように抽出して独自の製法で作ってます。世界初です。世界初なんですね、はい、これ誰も今までできてなくて、なんでできてなかったかって、一番の原因はスクモが 5% しかないんです。 5% をどんなして取り出すか抽出するか、そこが一番の問題なんです。布の場合は液体の中に 5% が溶けているので、布を浸せば色がつきます。ガラスの場合は固形の、顔料にしないとつかないので、はい、そこが一番の問題です。理想なんです。その 5% をいかに取り出すか、取り出したものをいかにガラスに滑らないように乗せるか、そこが一番の技術です。だそれを応用して、はい、山形の紅花、はい、それから奈良の和睦、はい、和睦、はい、墨ですね、はい、日本古来の墨っていうふうにして、いろんな色を抽出して、それをガラスに着せてます。でその過程で二藍っていう日本の平安時代の古来からの紫色、それを平安時代も藍染めをして、その上に紅染めをして2回染めて紫を出してます。ですからうちの二藍も同じように平安時代と同じように藍染めをして、そして紅花染めをして紫色を出してます。全て自然の素材です。そこが一番のうちのこだわりです。ありがとうございます。こちらは作品展示しております。繊細で美しいですね。第47回、こちらはアクセサリーです。今年も楽しいイベントが盛りだくさんのホビーショーです。皆様どうぞごゆっくりお楽しみください。こちらにはビーズフレンドも置いていただいてます。こちらナティオさんの商品も掲載しています。ナティオさんではワークショップも開催しています。このペンダントとブローチ、ブレスレットが作れるようです。ご予約も受けたまわっておりましたが、今回は、飛び入りでの参加も、時間の枠が空いてればできるということです。こちらがワークショップで作れる作品です。あ、かわいいですね。これと、はい、これを組み合わせて2個作るとこんなになるんです。あ、2個使いで、すごい。だから2個作るか、はい、1
つあのお持ち帰りのレシピがあるので、なるほど、1個こちらで作って、もう1つはお家でちょっとワンポイントレッスンを受けつつ、お時間があれば作っていただいて、なければお家で作っていただいて組み合わせると。なるほど、はい、ナティオさんのスタッフさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回の展示内容で一押しなものをお伺いしているんですけれども、はい、ナティオさんの一押し教えてください。はい、今回はあの新しくですね、あのビーズ織り機、普段使ってるのはちょっと小さめなんですけど、今回バッグをあの作るために一気に折れる大きさの織り機をナティオでオリジナル開発しました。で今回あのビーズの針とですね、あの糸の間隔に関しましても自由に調節ができるように、何ですかね、折りやすいって言いますか。で特に今これね、実際使ってあるのは、はい、あのナティオのオリジナルビーズで使ってあるんですけれども、こういうのであの素敵なバッグを作れたらなということで、今回この織り機を開発してもらいました。開発されたんですね、はい、そうです。こちらじゃオリジナル、そうですね、オリジナル、はい。であの今この幅ですけど、長い例えば半襟とかそういう長いのも折れるようにちゃんと仕組み作ってありますので、そちらの方もちょっとチャレンジしてみてもらってもいいかと思います。あ、この長さよりも長く折れるんですか。そうです、そうです。あ、そうなんですね、はい、すごい、はい、いろんなあのアイテム、こう幅が広がりますね。そうですね、はい、もっと長いのを折りたいって方のためにも、はい、対応できるようになっていますので。こちらは店頭で、あの実際やっているところっていうのは、はい、来たら見せていただけるんですか。こちらに来ていただいたら、あの、はい、ちゃんとお道具用意してありますので、デモンストレーション見ていただけたら、はい、嬉しいです。はい、ナティオさんありがとうございました。ありがとうございます。皆さんお待ちしてます。